はい、こんにちは。皆さんね、大変お待たせいたしました。以前から皆さんに好評いただいてたこの TD-1、これのオールタンマーモデル、これがやっと、到着いたしました。でね、今回この、聞き比べでね、注目してほしいところ、TD-1A と B、これの聞き比べやってみたいと思います。これね、A というタイプが、背面、バック、これが合板です。で、この B タイプ、こちらが単板、オール単板です。で、どちらも、すべて素材は同じです。トップが、スプルースの、単板。で、違うのは、バック。これがね、単板なのか、合板なのかのその違いだけです。で、よくね、メーカーものの、ギターだと、そのグレードによって、単板になってくると、他のマテリアル、材質も違うものになってきたりとかね、そういうことがあって、なかなか全く同じ、作り、それでの比較っていうのができないんだけども、今回これ、もしかしたら初なんじゃないかな。全く同じ素材でね、背面と、サイドが単板と合板との音の違い、それを皆さんに聞いてもらおうと思います。これが、TD-1 の A、このタイプが合板になります。で、それとさっきのこちらのモデルが、オール単板モデルですね。で、前回と弾き方全く同じでいきます。そうしないと分からなくなっちゃうんでね、曲、コード進行も全く同じという形で、これからもやっていきますんで。じゃあ早速、ちょっと音色の方、聞いてみてください。A タイプ、背面が5番です。はい、これが、合板のタイプ。じゃあ次これね、オール単板モデルいきます。すべて全く同じ材料を使ってます。じゃあいきます。違い分かりましたでしょうか。今生音で聞いてる私にはもうこれね、歴然と違いが出てるんですよ。やっぱしオール単板モデルの方が、中低域ものすごい響いてます。で、今ここで、触ってて、このあばら骨、ここに響いてくるその振動もやっぱりこっちの方が多いんですね。この中低域のこの音の厚み、豊かさ、そういったものの違い分かっていただけたかな。もう一回いきますね。 A タイプ、音の違いはもう、私のここでは、歴然と違いが出てます。もう一回いきます。A タイプ5番ですね。もう一回、そのまま続いて B タイプ、オール単板モデル。
ました。こちらの方が中低域、ここでまあダイナミックレンジも違うかなっていうところありますね。中低域の音の豊かさ、というのはオール単板モデルではこっちの方が増してます。で、多分この比較はね、もう前代未聞、もしかしたら世界初かなって、そこまで言ったらちょっと大げさかもしれないけども、もう完全な同じマテリアル同士でのオール単板モデルと、合板モデルとの違い、ここまでの差があります。で、このオール単板モデルに関しては、直接受注という形でね、皆さんからオーダーいただいた場合のみ、出していますんで、そこだけよろしくお願いします。で、あと、ちょっとね、他のギターとの違いで言うと、前回の動画でも私言ったんですけども、これ、ペグがちょっといいものを使ってますんでね、インペリアルタイプ。ギア比がね、他のタイプよりもちょっと違って、回してってチューニングがね、ビタッとそこで合わせることができるタイプなんですね。もうちょっと回しすぎちゃったとか戻しすぎちゃったっていうのが、ほとんどないタイプになります。実際にチューニングしてもらうとすごくやりやすいなっていうふうに感じていただけると思いますんで、こういうタイプのがついてます。で、それと、あと、私のね、セッティング、私はすべて、工場から仕上がってきたものをそのままお渡しするんじゃなくて必ず、現行の、セッティングを行っています。で、超低現行っていうのがまあ私のね、セットの売りになってますんで、このナットとサドルの位置ね、この関係バランスがあるんだけども、この12フレットのところで1円側、1円玉、これ厚みが 1.5 ミリね、これが当たっちゃいます。もう要するに 1.5 ミリってことです。で、ものによっては、他のタイプので言うと、1.5 ミリないんですよ。1.3 ぐらいかな。だから1円玉で押しこくって1弦、弦も押しこくっちゃうぐらい。そのぐらいに弦高は低いです。で、6弦側、ここは2ミリを若干切ったぐらい。これ個体によっても違うんだけども、1.8 ミリとか、高くても2ミリ前後、そのぐらいで合わせてあります。で、一番の注目というのが、このローフレットですね。ここ、もうゼロフレットギターっていうの皆さんご存知でしょうかね。それと同じ考えで、弦高を合わせてますんで、もう1フレットと弦のこの隙間、ここにプリンター用紙が1枚入るかどうかぐらい、そのぐらいの弦高に合わせてあります。ですから、こう、バレーコードを押さえたときに、ものすごく押さえやすい。それがね、私のセッティングの特徴になってます。で、この低弦高っていうのだと、よくこれ男性の方にあるんだけども、押さえた時に隣の弦に座って音を消しちゃったとかね、そういう失敗がありません。それとコードチェンジパンパンパンってやった時に、弦高が高いものだと瞬間的にミュートがかかっちゃうんだけども、そのミュートがかからずに音をそのままつなげることができます。これが低弦高のメリットになりますんで、このローフレット側のあのセッティング、手にされた方、これもちょっと楽しみにしてください。ものすごく弾きやすいと思います。よろしくお願いします。A タイプと B タイプの音の違い、分かっていただけましたでしょうか？私ももう一度後でこれ聞き直してみますけども、よろしくお願いします。で、それと次回、このね、TO の3、このタイプの単板も届いてますんで、これもセッティングが完了次第、オール単板モデルと、裏が合板モデルとの音の違い、やってみたいと思います。小さい割にはすごい音します。楽しみにしてください。はい、それではまたよろしくお願いします。